九州誠同会は、福岡県大牟田市に本部を置いていた、暴力団。特定構想指定暴力団だった。2013年6月に、解散届を提出。東京都を含む1と5県に展開していた。後進の並川厚司会は、同一団体とみなされており、引き続き指定暴力団となっている。 爆弾や自動火器などの武器類を多用した極めて激しい抗争をしてきた組織で、その相手はかつての上部団体にあたる同人会だった。2000年代中盤に起きた抗争において、九州誠同会は民間人を含む数多の死傷者を生み出す事件の当事者となった。そうしたことから九州誠同会は設立から2年目の2008年に暴力団対策法における 指定暴力団となった。同人会第二大会長の松尾誠二郎が2006年をもって引退。これに伴う公認人事案をめぐって組織内に亀裂が走り、続けて参加松尾組の組長であった大中義久の時代会長への就任が決定すると最大規模の参加組織であった村上一家並びにその多数組織が強行に反発。これを受けて、 同人会は、村上一家の総長すなわち村、上長二郎らを絶縁処分としたが、すかさず同人会を離脱した、村上一家他数組織が、同年6月に新たな団体を結成。これが、九州誠同会の起こりであった。そのまま構想に突入し、翌2007年の8月18日、福岡市中央区黒門の路上で、大中義久を襲撃した上で射殺。 それを境に構想は一気に激化した。2007年の11月には佐賀県武雄市の委員で無関係の市民が誠同会関係者と誤認され射殺される事件が発生。翌2008年の2月に指定暴力団への登録を受理。3月には同人会とのこの構想の終結を願う意思を捜査当局に伝えていたことが判明。 マコト同会二代目会長と、マコト同会系、長井組組長を名乗る二名が、竹尾の九段の被害者遺族宅を訪れた上で、謝罪の意を伝えるとともに、構想集結の意向を記した、会長名義の文書を手渡していたことも判明した。やがて、村上の引退に伴い、時の幹部であった、並川正宏が4月に二代目の会長に就任。2009年の夏頃には、 この構造に係る死者を弔うという名目の中根費を誠同会が混流したことが確認された。大牟田市内の民間墓地に建てられたこの石踏みは誠同会側のそれのみならず同人。しかしながらこの石踏みは2011年の1月までに何者かの手によって撤去されたことが確認された。撤去した人物や撤去先は不明となっている。 しばらくはなりを潜めていた、同人会との構想であったが、2011年に再連した。2012年10月に改正防隊法が施行され、同人会とともに、同年12月に特定構想指定暴力団に指定された。2013年6月11日、福岡県警久留米署に対し、提出した解散届には、解散することが、 一般社会の不安を取り除く唯一の手段で九州誠道会の解散を決定などと書かれていた。2013年10月、並川を会長とする新団体、並川厚司会が設立された。福岡県公安委員会は厚成委員が九州誠道会とほぼ同一であるとして、九州誠道会に対する特定構想指定暴力団の指定を 浪川厚司会に承継する決定を行った。特定構想指定暴力団への指定は、当初の2012年12月の指定から九州、誠同会時代、浪川厚司会時代を合わせて5回延長されたが、その後構想が鎮静化したため、2014年6月26日をもって解除された。駆動会、太子集会、福白会及び同人会と並ぶ、 福岡県に本部を置く、独立指定暴力団、組織語団体のうちの一つであった。佐賀県、長崎県、熊本県、山形県、及び東京都に支部を置き、その人員規模の、おおよその内訳は、2007年度から2009年度に、かけて350、2010年度から2011年度に、かけて380、2011年くれ頃に500と、 報告されている。その資金源には覚醒剤の密売、再建の取り立て、並びに氷の無資格化資金業などが含まれるものと見られている。同人会とは発足以来の対立状態を維持している。いわゆる構想事件の発生頻度は2007年の暮れに起こった竹尾の人違い射殺事件後に一旦の鎮静を見せたものの2011年に入って再燃。 所属構成員らを当事者とする銃撃や発砲死傷などの事件が再び相次ぐようになった。発足当初に山口組警暴力男性力との信仰関係の存在が示唆されたことがあった。これは同人会からの攻撃を想定し警戒体制に入った山口組による神戸総本部への ID 認証機構の導入という異例の措置の原因であったと見られている。後には 山口組系、山県組並びに、行動会との親交関係の存在が示唆されました。その山口組は、この対立構想の和平工作にいち早く動いた団体であったが、それを同人会側から拒絶されて以降、この対立構想への関与の一切を厳禁するに至っている。一連の構想事件の過程で使用が確認された武器類には、日本国内にあっては、 発見例のなかった改良型 AK-47 カラシニコフ自動小銃と見られた新型銃が含まれる。この事案に関しては、捜査当局はかねてより誠同会、分けても村上一家のいわゆるロシアンマフィアとのつながりを把握してはいたものの、より進んだ入手経路等の解明までには至らなかった。写真はアカム工藤会の名誉顧問であった。 溝下秀夫が2008年に死去した際には、同業界すなわち暴力団会の大物人が、日本中から葬儀に駆けつけたが、九州誠同会はこれに出席しなかった。この葬儀に姿を見せなかった、指定暴力団組織は、九州誠同会のみであった。初代会長の村上は指名手配中の2008年、覚醒剤取締法違反の疑いで潜伏中の、 茨城県内で逮捕されている。並川が2代目を襲名したのは、その直後のことであった。その並川については突出した実力者であるとの評がある。村上は引退後の2009年にも、拳銃所持の現行犯から逮捕。さらには、その翌2010年からも自身の関係先の民家を何者かによる相次ぐ銃撃に襲われ、その痕跡の隠蔽を図ったとする。 証拠隠滅の容疑から逮捕されるに至っている。ありがとうございます。